こんにちは、皆さん、席についてコーヒーとマフィンでもどうぞ。そうそう、思い出した。この教室は非武装地帯なんで、受付に君らの銃を引き渡したことを確認してほしい。全くクソみたいな規則だってのは私だってわかってるんだよ。なんといっても今の私の最新流行は君らの一人が君らの肉片をくっつけたままブルーゾーンを歩き回ったことでオフアイブに文句を言われることだからね。皆さんいいかな？素晴らしい。今日の講義は親愛なる現実改変者、タイプグリーン、メアリー、スー、ビクスビース、シャパース、魔法使い、神、悪魔、その他もろもろを好きなように呼んでいい連中。まあ要するに直感やら意思やらで現実を改変する連中についてだ。私はこういう連中を封じ込めたり殺したりすることで飯を食ってる。そして君らは、同じことができることを証明するためにここにいるというわけだ。私の秘密を知りたいって？大丈夫、それは後で教える。まず最初に君らにしてもらいたいのは、この教室のドアを見ることだ。何か気がついたことがあるかな？もう一度見てくれ。そう、どのドアを？そう、その通り。ドアはもうない。気になるんだったら近くで見てもらっても構わない。触っても問題ない。ドアはもうない。ドアは文字通り消えてしまった。でもまあ、問題ない。そうだろ？まだ君らには窓が残ってる。教室から出たいならそこから出ればいいわけだ。ただまあ、それにはささやかな問題がある。この部屋にはどんな窓もない。そうだろ？窓は全部なくなってしまった。ここには四方の壁と天井以外何もない。誰も出られない。しかし、それなら君らはどうやってここに入ったんだろうね。もしかしてちょっとテンパってる？大丈夫、深呼吸してみよう。そうすれば落ち着くはずだ。何も悪いことなんて起きちゃいない。ああ、つまり、私が言いたいのはもっと悪いことが起こり得たってことだ。そうだろ？でもまあ、少なくとも今君らには安全が確保されてる。別に机が動き出して君らを殺そうとするなんてことは起こってないだろ？ああ、ちょっと待って。その通りのことが起きた。クソったれな机が君らを殺そうとしている？さあどうする？一体どうやって生き残ろうってんだ？クソったれな部屋がお前らを食おうとしていやがる。奴らには牙がある。ここから逃げ出せ。行きたいのか？行きたいなら戦わなきゃならない。現実を否定しようとするんじゃないクソども。これが現実だ。今起きていることが現実だ。これが現実改変だ。お前らはこいつと今戦わない限り死ぬ。ああ、ここに本当のタフガイがいる？笑い。キューパラの豆鉄砲で貴様は一体全体何をどうするつもりだったんだ？その銃で現実に対して何ができる？ここにいるのは現実改変者だぞ。私はそのチンガナ玉を砂に変えられるし。貴様の目玉をゼリーにすることもできる。私にはその銃をベーグルに変えることだってできる。今すぐそのクソ銃を下ろして地べたに寝転べクソ袋が。私は生ける神だ。そして貴様はクソ虫に過ぎない。何をするつもりだ？何をするつもりだだって？私がクソみたいな貴様らにどんなことをしたいのかだって？私は貴様らが私のおもちゃであること以外何も求めていない。そして貴様らはすぐにそうなる。貴様らは永遠に神のおもちゃだ。逃げ道などない。終わりなどない。私が生きろと言った時だけ貴様たちは生き、私が許した時ようやく死ぬことを許される。ここには私の想像以外何もない。そして貴様らは私の空想に過ぎない。とりあえず明かりをつけてもらえるかな。さあ、深呼吸をしよう。吸って、吐いて、吸って、吐いて、気分は良くなってきたかな。それじゃあ君らに一体何が起きたのか話そう。君たち全員はバッドトリップしていた。後ろの机にある食べ物すべてに私の配合した強力な幻覚剤が入っていたんだ。私の個人的なレシピには幻覚に加えて暗示に極めて影響を受けやすくなる効果がある。幻覚剤といくらかの視覚的特殊効果の組み合わせが、現実改変者の攻撃を受けたら君たちがどうなるかを体感させたというわけだ。こうして話している間にもサポートスタッフが空気中にエアロゾル化させた中和剤を空気弁からポンプでばらまいている。
中和剤のせいでしばらくクソみたいな気分になるはずだから、君らが椅子の下にあるゲロ袋を取り出すまでしばらく待とうか。一体何が起きてるのか君らが気づいた瞬間のことを思い返してほしい。君はあの無力感を思い出せるか？現実なんてものがもう存在しないことに気づき、君が敵意ある存在のおもちゃに過ぎず、すべてをコントロールされていた時の気持ちを思い出せるか？その気持ちを忘れないでほしい。そして、初めて現実改変者に出会った時にはその気持ちにすがりつくんだ。もしそうできたなら奴らを封じ込めることができるかもしれない。あるいは、奴らに道理を解いてやることもできるかもしれない。君が跳ね回るボールに過ぎず、何もかもが現実でなかった時のことを思い出せ。そして、奴らマザーファッカーを君がそこにいることを気づかれる前に殺せ。君らは今や、現実改変者に対抗できることが証明された。これで講義終わる。